マックス・ジーモン・ノルダウは、ハンガリー出身のシオニズム指導者、医師、小説家、哲学者、社会評論家。本名ジーモン・マクシミリアンズ・ユートフェルト、ハンガリー名シュドフェルド、シモン・ミクシャ。テオドール・ヘルツルたちと共に、世界シオニスト機構を創設。このほか、複数のシオニスト会議で、議長や副議長を務めた。当時オーストリア帝国の一部だったペストにて、貧しい。 ユダヤ人の家庭に生まれる。父ガブリエルズ・ユートフェルトは、プロイセンでラビをしていたが、ブダペストで塾講師を営む傍ら、ヘブライ語で詩を書いていた。家庭の信仰は敬験な正統派ユダヤ教であり、ジーモンは、ユダヤ人小学校からカトリックの中学校を経て医学部を卒業した。学業の傍ら、1863年から文学活動を開始し、同年に、 随筆や小説を出版している。ブダペストの小新聞社で記者生活を送った後、1873年にベルリンへ移住し、ノルダウと改名した。間もなく、新自由新聞の通信員としてパリに移り、それ以後は生涯の大半をパリで過ごした。本来ノルダウはどうかユダヤ人の典型であり、プロテスタント女性と結婚し、 ドイツ文化に親しみを感じ、15歳になった時、私はユダヤ的な生活態度とトーラーの研究を放棄した以来、ユダヤ教は単なる思い出となり、私は自らをドイツ人以外の何者でもないと感じるようになったと記したこともあるが、1894年のドレフィス事件を機に、シオニストとなる。社会評論家としては、文明人の因習的な嘘や、大敗論、 逆説などの著書を世に問い、議論を読んだ。当時話題となった、著作の大半は、時の検閲に耐えないが、大敗論一作は今なお、世人の記憶に残り、しばしば引用されている。ノルダウは、大敗論において反ユダや主義を、デカダンスの一形態として非難したが、皮肉なことに、彼の大敗芸術批判論は後年。 ナチによって、ユダヤ人芸術家たちへの迫害の口実として利用された。ありがとうございます。